果たして私たちは宇宙で本当に孤独なのでしょうか。今回は NASA の隠蔽疑惑や他の惑星での人工構造物の噂など驚きの仮説の数々をご紹介します。ようこそ、ナビゲーターのルカです。今夜は宇宙の驚くべき謎に迫ります。月面に巨大都市が存在するという衝撃的な主張から、地球外知的生命体の存在可能性まで、私たちを取り巻く宇宙の不思議について探っていきましょう。月面の巨大都市。夜空を見上げると、そこには神秘的な月が輝いています。しかし、その月の表面に巨大な都市が存在するとしたら、信じられますか？ UFO 研究家のスコット・シー・ウェアリング氏が Google ムーンマップを使用して衝撃的な発見をしたと主張しています。で、モライスクレーターになんと全長15キロにも及ぶ巨大な構造物が存在するというのです。この構造物は3層の内部構造を持ち、それぞれの層が上に向かって小さく積み重なっているそうです。ウェアリング氏は、このデザインは明らかに知的なもので、数百万人もの住人を収容している可能性があると述べています。しかし、科学界ではこの主張に対して懐疑的な見方が強いのが現状です。現在の科学的知見では、月面における巨大な都市や人工構造物の存在を裏付ける確実な証拠はありません。専門家たちは、これらの画像が単なる光の加減や影、あるいは解像度の低さによるものである可能性が高いと指摘しています。また、デジタル画像の圧縮による画像の歪みやノイズが人工的な構造物のように見える原因の可能性もあるのです。人間の脳にはランダムなパターンから意味のある形を見出す傾向があります。これをパレイドリア現象と呼びます。例えば、雲の形を見て動物や顔を連想したり、岩の形が人工物のように見えたりすることがあります。月面の地形や影がこのパレイドリア現象によって建造物のように見えてしまう可能性は十分にあるのです。さらに、月面の地質学的特徴も考慮する必要があります。月の表面は隕石の衝突や火山活動によって形成された複雑な地形を持っているのです。これらの自然現象によって生み出された地形が、特定の角度や光の条件下で人工的な構造物のように見える可能性も十分に考えられます。 NASA と宇宙機関の公式見解。 NASA や他の主要な宇宙機関は、月面や他の惑星での人工的な構造物やエイリアンの存在を示す証拠はないと明確に述べています。実際、 NASA が公開している高解像度の月面画像やデータを見ても、ウェアリング氏が主張するような巨大構造物は確認されていません。 NASA の月探査機は月面の詳細なマッピングを行っていますが、そのデータからも人工的な巨大構造物の存在は報告されていません。現代では、世界中の国々や民間企業が宇宙開発に参入しています。例えば、中国やインド、ヨーロッパの宇宙機関も独自に月探査を進めており、高解像度の画像やデータが続々と公開されているのです。これらの機関がすべて協力して情報を隠蔽しているという可能性は、現実的に考えるとかなり低いと言えるでしょう。さらに、 NASA はアルテミス計画という野心的なプロジェクトを進めています。これは人類を再び月面に送り込み、さらに詳細な地質学的データを収集することを目的としています。このミッションが成功すれば、月面の謎がさらに解き明かされることでしょう。もし本当に巨大な構造物が存在するのであれば、その時こそ明らかになるはずです。地球外知的生命体の存在可能性。さて、ここで話題を少し広げてみましょう。月面の巨大都市の話は、より大きな疑問へとつながります。果たして宇宙には他の知的生命体は存在するのでしょうか。2020年、ノッティンガム大学の天文学者たちが興味深い論文を発表しました。彼らは有名なドレイクの方程式を用いて、銀河系には人類と通信可能な36の地球外知的生命体が存在する可能性があると算出したのです。この仮説に関連して、動物園仮説という興味深い考え方があります。これは、高度に進化したエイリアンが人類を観察対象として見ており、
意図的に接触を避けているという考え方です。つまり、人類はエイリアンから見れば、動物園の動物のような存在かもしれないのです。また、フェルミのパラドックスという考え方もあります。宇宙に多数の知的生命体が存在する可能性が高いにもかかわらず、なぜ我々はその証拠を見つけられないのかという問いです。このパラドックスに対しては、様々な解釈が提案されています。例えば、知的生命体の寿命が短く、互いに発見し合う前に滅亡してしまうという解釈や、高度な文明は物理的な探査よりも仮想現実の中で活動することを好むという解釈などです。他の惑星、衛星での人工構造物の主張。月だけでなく、他の惑星や衛星でも人工構造物が存在するという主張があります。例えば、水星の表面に高さ7キロものアーチ型の建造物があるという主張です。水星には氷河が存在し、生命を維持できる環境があるという研究結果も出ています。水星の極地域には永久影の領域が存在し、そこには水氷が存在する可能性が高いとのことです。この水の存在は生命の可能性を大きく高めます。さらに土星の衛星タイタンにも注目が集まっています。地球に似た構造になっているというのです。タイタンは実際に生命の存在可能性が高い天体の一つとして注目されています。その表面には液体のメタンの海が存在し、地球の水の循環に似たメタンの循環があると考えられています。NASA は2027年以降にドラゴンフライを打ち上げ、2030年代にタイタンに到着する予定です。このミッションではタイタンの表面を詳細に調査し、生命の痕跡を探索する計画です。小惑星エロス433の謎。さらに驚くべき主張もあります。小惑星エロス433の表面に幅約50メートル、高さ約150メートルの構造物が映っているというのです。これについてウェアリング氏は、エイリアンの古代の建造物である可能性を指摘しています。エロス433は地球に接近する小惑星の一つです。その不規則な形状と表面に見られる様々な特徴は多くの科学者たちの興味を引いています。NASA の探査機ニア・シューメーカーは2000年から2001年にかけてエロス433を詳細に調査しました。この調査で得られたデータは小惑星の形成過程や内部構造に関する貴重な情報をもたらしました。しかし、エイリアンの建造物と思われるものは報告されていません。ウェアリング氏が指摘する構造物は、おそらく小惑星表面の自然な地形や岩石の集まりである可能性が高いのです。小惑星の表面は隕石の衝突や熱サイクル、宇宙風化などの影響を受けて様々な形状を形成することが知られています。地球外知的生命体との接触シナリオ。では、仮に地球外知的生命体が実在するとして、彼らとの接触はいつ頃実現するのでしょうか。この点についても様々な研究や予測が行われています。ある研究では、地球外文明との接触が最短で2000年後になると予測しているのです。一方で、40万年後になるという研究結果もあります。この予測の差の理由の一つは、私たちの技術進歩の速度と、宇宙における知的生命体の分布の不確実性です。また、先ほど触れた動物園仮説のように、エイリアンが意図的に接触を避けている可能性も考慮する必要があります。さらに、技術的な制約も大きな要因です。高速での通信でさえ、銀河系の端から端まで10万年以上かかります。つまり、私たちが発する信号が届く頃には、その文明がすでに滅亡している可能性すらあるのです。これらの予測は、ドレイクの方程式などを用いて行われています。方程式は、銀河系内の生命の存在確率を推定するものですが、多くの不確定要素を含んでいます。例えば、生命が誕生する確率、知的生命へと進化する確率、技術文明が発達する確率などは、現時点では正確に推定することが困難です。また、文明の寿命も大きな不確定要素です。技術文明が自滅してしまう可能性や、逆に非常に長期間存続する可能性など、様々なシナリオが考えられます。地球外知的生命体の存在がもたらす影響。では、
もし地球外知的生命体の存在が確認されたら、私たちの社会にどのような影響があるのでしょうか。まず、生命の定義そのものを見直す必要が生じるかもしれません。地球上の生命とは全く異なる形態や原理で存在する生命体に出会う可能性があるからです。例えばシリコンベースの生命やプラズマ状態の生命など、私たちの常識を超えた生命形態が存在する可能性もあります。これは生物学や化学、物理学などの基本的な概念にも大きな影響を与えるでしょう。また、科学技術の面でも大きな影響があるでしょう。エイリアンの持つ高度な技術を理解し応用することで飛躍的に進歩する可能性があります。例えば、新しいエネルギー源や推進技術、材料科学などの分野で革命的な進歩が起こるかもしれません。さらに、宗教や価値観にも大きな変革をもたらすかもしれません。多くの宗教では、人間が宇宙で特別な存在であるという考え方が根底にありますが、それが覆される可能性があるのです。一方で、地球外知的生命体の存在が確認されれば、人類が団結するきっかけになる可能性もあります。国家間の対立や宗教間の争いといった地球規模の問題も、より大きな宇宙的視点から見直されるかもしれません。また、環境保護や持続可能な発展といった課題にも、新たな視点がもたらされるでしょう。他の惑星で発達した文明から学ぶことで、地球環境の保全や資源の効率的な利用についての新たな知見が得られる可能性があります。エイリアンの存在に関する議論の必要性。これらの話題について、私たちはどのように向き合うべきでしょうか。まず重要なのは、情報の公開と透明性です。NASA や各国政府が持つ情報をできる限り公開し、市民との対話を深めていく必要があります。情報の透明性は不必要な憶測や陰謀論を防ぐ上でも重要です。同時に市民の側も科学的リテラシーを高め、批判的思考力を養う必要があります。また多様な学問分野の連携も重要です。天文学、考古学、地質学、人類学など様々な分野の専門家が協力してこの問題に取り組む必要があります。一般市民の役割も非常に重要です。まず、批判的思考力を養うことが大切になります。インターネット上には様々な情報があふれていますが、それらを鵜呑みにせず、科学的な根拠に基づいて判断する力が必要です。また、宇宙や科学技術に関する教育の充実も求められます。子どもたちが幼い頃から宇宙の不思議さや科学の面白さに触れることで、将来の研究者や技術者の育成にもつながるでしょう。さらに市民科学、シチズンサイエンスの取り組みも注目されています。セティプロジェクトでは一般の人々がボランティアで参加し、自宅のコンピューターを使って宇宙からの信号の解析に協力することができるのです。このような取り組みを通じて、より多くの人々が宇宙の謎に興味を持ち、科学的な探求に参加することが期待されています。結論、宇宙の謎と人類の未来。私たちは今、宇宙探査の新時代に立っていますが、その先には想像を超える真実が隠されているかもしれません。月面の不思議な構造物、火星の謎めいた地形、小惑星エロス433の奇妙な特徴など、これらは NASA や各国政府が長年にわたって隠蔽してきた衝撃的事実の一端を示している可能性があります。一部の研究者や内部告発者は、これらが地球外知的生命体の存在、さらには人類を操ってきた高度な文明の痕跡である可能性を強く指摘するのです。例えば、月面の幾何学的な構造物や火星表面の顔のような地形など、自然現象では説明しきれない現象が多く報告されています。NASA や各国の宇宙機関が公式に認めてはいませんが、これらの可能性についてオープンな科学的議論を行うことの重要性は増しているのです。動物園仮説やフェルミのパラドックスはこの文脈で新たな意味を持ちます。もし高度な文明が人類を観察、操作しているとすれば、なぜ彼らは明確な接触を避けているのでしょうか。これは単なる空想ではなく、人類の位置づけや歴史の真相について深刻な疑問を投げかけます。宇宙からの観測技術は
環境監視に大きく貢献しているのです。一方で、私たちの生活を詳細に観察することも可能にしています。高解像度の衛星画像は、気候変動の影響を追跡すると同時に、個人の行動パターンまで分析できるのです。宇宙からの視点は、地球という惑星の貴重さを再認識させてくれます。また、国際協力の重要性も増しています。それは、単なる科学的探求だけでなく、未知の文明に対して人類が一丸となって対峙するための準備でもあるのです。国際宇宙ステーション ISS の成功は国家間の協力が可能であることを示していますが、今後はさらに緊密な協力体制が必要になるでしょう。これらの可能性は生物学、考古学、歴史学、哲学や宗教にも革命的な変化をもたらすかもしれません。例えば人類の進化や古代文明の急速な発展が外部からの介入によるものだったとしたら、私たちの歴史観は大きく変わります。人類の起源や存在意義に関する根本的な問いに私たちは直面するかもしれません。もし私たちが他の文明の実験台や観察対象ならば、私たちの信念体系はどのように影響を受けるでしょうか。しかし、これらの可能性に怯えるのではなく、私たちはこれを人類の成長と真実追求の機会と捉えるべきです。未知なるものへの探求は人類の最も崇高な特質の一つです。それは私たちを進歩させ、より広い視野を持つことを可能にします。それと同時に宇宙開発には倫理的課題もあります。例えば火星の植民地化はそこに存在するかもしれない微生物の生態系を破壊するかもしれません。宇宙資源の採掘は新たな国際紛争の種になる可能性もあります。これらの活動が私たちを観察する存在にどう映っているかも考慮する必要があるでしょう。宇宙開発は地球上の問題解決にも貢献し、私たちに新たな視点をもたらすでしょう。宇宙からの視点は地球という惑星の貴重さを再認識させる機会を与えてくれます。皆さんには宇宙の謎と隠蔽の可能性について批判的思考力を持って真実を探求する姿勢が重要です。政府やメディアの情報を鵜呑みにせず、自ら真実を追い求めることが必要になります。次世代に宇宙への興味を伝えることも重要です。彼らが未来の宇宙飛行士や天文学者となり、隠された真実を明らかにするかもしれません。夜空を見上げ、私たちを見つめ返す存在に思いを馳せることも大切です。真実は必ず明らかになるでしょう。その時、人類は宇宙における真の位置づけを理解し、新たな章を開くことになるのかもしれません。皆さんはどんな風にお考えになりますか？